新聞主催親子試写会お越しくださいました。ただいまからマダガスカル2ご覧いただくんですが、ちなみに皆さんの中でマダガスカルの1作目の方を見たことありますか？手挙げてくれる？見ました。なんだほとんどじゃないですか。じゃあ動物園から逃げてあの後どうなったのか心配で心配でもう眠れなかったでしょ。今日はそのあたりをしっかりと映画で楽しんでくださいね。さあ、これからご覧いただくマダガスカル2の前に、なんと皆さんと同じ小学生で今日本で一番人気のある一番有名な一番可愛らしいゲストをお迎えしてるんです。つまり皆さんと同じようにマダガスカルを見て映画が大好きになっちゃったんですって。もう本当に好きって言ってマダガスカル2ということになった時に応援委員長になってくれたんです。ということで大きな拍手でお迎えくださいね。大橋のぞみさんです。ようこそお越しくださいました。今日はちょっと大人っぽくアップにしてみました。応援委員長ですものね、マダガスカル2のもうもちろん見てくださいました。見ましたね。でこののぞみちゃんはどのキャラクターが好きですか？アレックスです。うん、あのマダガスカル2では、うん、赤ちゃんの時のアレックスが出てきて、はい、とても可愛かったです。そうですか。で、もちろんこれは可愛いということがあって今回はアレックス君がどうやって動物園に来たのかっていうのが分かるお話にもなってますもんね、はい、そして感動するシーンってありました？動物園に帰れな、あ、動物園に動物園に帰れなくてアフリカに、うん、ついちゃうんだけど、はい、それで友達が助け合ったり、うん、家族のやっぱりみんなでお互いに大切に思ってるんだよね、はい、そういうところに感動しちゃったっていうことですが、まあ、今回はもうマダガスカル2の応援委員長偉いんですけど、はい、学校でのぞみちゃんは何係ですか？今は図書係です。図書係。前は、うん、学級委員会。委員。偉い。はい、じゃあ委員長としていっぱい今回マダガスカル2のことをみんなに宣伝してくれるっていう役割なんですけど、委員長として面白かったシーンを教えてください。面白かったシーンは、すごい強い。おばあさんが出てきて、はい、びっくりしました。あと、うん、キリンのメルマンが恋をして告白をするんだけど、はい、そのシーンも面白かったです。そういう面白いシーンもいっぱいあったりするんですが、でもすごく大切なことも伝わってきますよね、はい、あれでしょ、学校でもそうだけどお友達、はい、友情とかすごい大切ですよね。アレックスとマーティーがすごい深い友情で結ばれていて、はい、全然もアレックスと友達になりたいです。お友達になりたいアレックスと、はい、そういえばお友達といえばもうすぐバレンタインでしょ、はい、もしかしてさっきのぞみちゃんの控室に大きいチョコレートがあったんだけど、あれアレックス君にあげようと思ってる？もうじゃあ呼んじゃうかな、クロバちゃんは。ではそのこのアレックス君、バレンタインのチョコレートをのぞみさんがあげるということで、アレックス君の登場です。踊るの好き好き、踊るの好き好き、踊るの好き好き、みんなも好き、踊るの好き好き、あの子も好き好き、あいつも好き好き、みんなも好き、さあみんなでしょんしょん飛び跳ねて、もう親子パワーパーティーで踊り明かせ、ちょっとボケてないで、あっちゃけていこう、祭りはダメ、ニコリ笑
は興奮しても当然ですが、ではのぞみちゃんから受け取ってください。さあ、自分でちゃんと書いてくれました。どんな中身かは後で楽しんでくださいね。はい、ありがとうございました。アレックスよかったね。あまりバクバク食べてこの辺ボコッベタボンならないようにね、気をつけてくださいよ。はい、では応援委員長ののぞみちゃんから皆様にメッセージをお願いします。マダガスカル2応援委員長ののぞみからのお願いです。のぞみの大好きなアレックスを応援してください。お願いします。ありがとうございました。ではのぞみちゃん、皆さんにさよならした時に後ろにテレビカメラがいるので、はい、さようならとか言いながら帰ってくれるとおじさんたち喜ぶんですよ。はい。お願いしますね。はい、どうもありがとうございました。大船のぞみちゃんでした。さよなら。あ、嬉しい。ありがとう。どうもありがとう。アレックス興奮してもう眠れない状態？大丈夫？方向不明。おっと、看板壊すし。大丈夫です。はい。